水拳A チームからいきましょう。せーの、わっ、モリモリ部屋。人気のインタビューシリーズ、今回もスペシャルゲストです。自己紹介の方、ご自身からよろしいでしょうか。はい、ブガクロキーという YouTuber として活動します、まこっちゃんです。よろしくお願いします。まこっちゃん、 YouTube のね、ファンの方は早朝シューティングブさんにもね、出てましたよね。はい、そうですね。いや、そこでですね、まこっちゃんという名前がついたということで、はい、あー、で、今日ですね、はい、耳にね、セミの声が聞こえてるように山に来てるんですけども、めっちゃいいとこです。はい、でクリニックがあってですね、はい、それを終わって2人とも汗だくです。ご出身はどちらなんでしたっけ。富山ですね。富山、はい、あ、ごめんなさい、富山ですね。富山じゃない、すいません。よくありますね。すいません、はい、富山か、富山か。ちなみに年齢は。実は30。モリモリと同い年だったというね。実は、いやー、90年生まれ、浅田真央世代ですわ。いやー、確かに。ところでズバッと最初に聞いちゃいますけども、はい、部学老朽とは何ぞやということで教えていただいてよろしいでしょうか。はい、部学老朽とはですね、まさしくあなた自身です。あなた自身です。おこれがどういうことかと、はい、まあ、話すと長くなるっていうのはね、随分承知の上なんですけども、はい、簡単に言うと武学っていうのは、うん、元は中国なんです。まあ、2500年前ですよ。春秋時代と呼ばれた戦が絶えない時代ですね、はい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 、その時に孫武という方がまとめられた孫子の兵法ってあるんですよ。その孫子の兵法からずっと、はい、帝王学として皇帝であったり、あとは日本でいうと天皇だった、はい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 、そういうトップの、うん、トップ中のトップの人たちにずっと継承されてきたものが武学。へえ、2500年前から、はい、それが現代のバスケットと融合させたということで。そうですね、ご自身で作ったんでしょうね、はい、その言葉は。そうですね、武学っていうのは僕の武学というものを広めてやる師匠が、ああ、なるほど、はいはいはい、いらっしゃって、うん、師匠に今習いに行って武学を、これははっきり言ってしまうと、唯一武学っていうのはスポーツともう正反対のことやってるんですけど。反対なんですね。まあ反対、まあそこをこうやってみんなスポーツを楽しんでるんだから、まあ武学という、まあ、人間の可能性をひたすら探求し続けてるものをうまくこうマッチできないかなということで掛け合わせた、それがスタートですね。これね、聞いてると一晩かかっちゃうんで、そうですね、ここまでにしておきます。はい、ありがとうございます。で、クリニックね、子供たち対象にやりましたけども、ここで一つ質問なんですけども、はい、シュートがテーマだったじゃないですか、はい、ドリブル、シュート、パス、あとディフェンスとかいろんなプレーある中でシュートを選んだ理由っていうのはありますか。自分が武学を始めて、うん、一番最初に効果が出たのがシュートだった。そうなんですね。まあ、それがハーフコートから、はいはい、まあ、飛距離がどんどん伸びるという。そこがね、一番の印象ポイント。ハーフコートショット、ご自身のね、YouTube チャンネルもありますよ、ね。はい、ズバッというよりも、ふわずふわ基本で言うと何、自分のイメージだと。あー、何なんだ、ふんなんだ。あー、そうなんですね。僕はまっすぐなんで、こんな感じです。ここからまあ、今左に出ましたけど、あ、こんな感じで左に出る。じゃあちょっと右に修正して、やろう。まあ、ここはハーフじゃないんでね、まあ、もう少し後ろから。なので、こういうふうに、で、軽く、手が軽く打っていく。で、一時期ですね、古武術バスケっていうのが流行したと思うんですけども、それとは関わりあるんですか。もともとは僕、最初古武術入り。あ、そうなんですね。だったんですね。はいはいはい、はい、大学の卒論で研究し始めて、はい、そこからも一応武術と掛け合わせてるって感じで発信してたんですけど、うんうん、その違い、大きな違いは、うん、古武術って結構、うん、まあ、ナンババシリーがとか、うん、体の使い方みたいな、使い方ってなると、はいはい、例えば体の使い方こうしようって言ったら、はいはいはい、こうしよう、こうしようって思いますよね。こうしようと思ったらこうしよう、うん、それは通常じゃないんですか。そう思うんですけど、そうするとどっちかっていうと、はい、うん、こっちで考えてます。頭で。実はそれで頭で考えすぎるとどんどん体って固まっていくんです。考えすぎると固まる、はい、へぇ、思考から入ると固まりやすいんです。まあ、一方具学っていうのは、例えば今日のシュートクリニックとかでもあったんですけど、配信で全部見ていく、いろいろ体で見ていく。ところで次の試合はピーになったんでですね、
回試合で汗かいてまたインタビューよろしいでしょうか。はい、どうぞ。まこちゃんさんでもいいし、まこちゃんでもいいし、自由に言ってください。で、今日は、まあ、シュートについて、いかにして自分のね、自分に合ったフォームを一人一人、見つけられるかどうかっていうところが、やっぱシュートが大事ですので、そこを皆さんと一緒にやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。シュートはですね、シュートに一番大事なのは何かというところからまず行きましょうか。チームになったと思うんで、そのチームでシュートにはこれが一番大事やっていうのをちょっと意見出したいと思います。では、用意スタート。 A チームから行きましょう。どうぞ。リズム。お、リズム、はい、いいっすね。リズムはい、もう、俺らはそれしか出なかった。もうリズムだけやん。いいよ、いいよ。もう球速とかそういうのは大事やと。栄養分をしっかりとかないとちょっと決まんねえよ。なるほど、リズムと水分。いいですね。じゃあ次どこ行きましょうか。体の不思議というか、こう、いろいろ体感してもらおうかな。わかりやすくいこうかな。こんな感じで押し相撲みたいな感じになったりとか、これでこんな感じで相手を押し持って、で、こっちで押し持って、こういう感じで押していくんですけど、その時に、じゃあ一方はこんな感じで悪い姿勢にします。で、ヨウタさんは綺麗な姿勢、まあ、この状態で首とか胸とか、っていうのをちゃんと自分の状態にします。で、押しをします。こうやってすると、僕簡単に負けます。でも、こうやってこう、やってます。っていうことですね。この押し相撲をまずはやっていきましょう。一人は、崩す。下向いてもいいし、猫背になってもいいし、これでガーッて。で、ヨウタさんは姿勢を整えてやっていくと、僕はね、入れないぐらい押してくると思って、まあ、大体力が、ね、一緒ぐらいでやったら分かりやすいんで、まあ、ペア変えてもいいんで、ちょっと二人組んで、ね、この押し相撲を。おおおおおです。ジャッキーチェンのお酒入ってる。え、もう常時やっぱり。あ、常時お酒とか別にいらないです、ね、おなくても酔っ払ってるぐらいの勢いが。